続いての演奏は野口博さん、小島良一さん、デュオ翼のお二人です。演奏曲目は吉松隆作曲優しき玩具より。吉松隆は我々と同世代の作曲家で、いわゆる小難しい現代音楽ではなくて調整音楽で作曲する軽有な存在です。プログレッシブロックなどにも興味を持っていますが、今回我々が演奏する優しき玩具は1972年から1982年5年頃に作曲されたピアノのための商品集です。作曲者によると、小さな曲のかけらたちを集めて一つのおもちゃ箱に集め、喧嘩をしないように優しく頭を撫でながら並べてみることにした。そうしてできたのがこの優しき玩具だというピアノ曲のおもちゃ箱であるということです。優しき玩具はたくさんの 1,2 分の商品からなりますが、これを作曲家自身がギターのために編曲したものの中から、朝の歌、水色のアリオーソ、エルジョーの肖像、ベルベットワルツの4曲を演奏します。